全国の食いしん坊に聞く最近食べた美味しいものということで、どうですか最近なんか、あ、これうめえなみたいな食べました？何でもいいんだけど、カルディでしか見たことないんだけど、カルディ生ベーコン。あ、生ベーコン、そう、生ハムじゃなくて生ベーコンっていうのが売っててさ、生ベーコンって袋に、透明の袋にこうギュッギュッってなってる、そう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 、あるね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 、それを、うん、あ、なんかいいな、サラダに乗っけてみようかなと思ってさ、買ったら、いや、うまいね。なんか弾力があるのよ。生ハムとかにはあんまりその弾力はないんだけど、はいはいはい、うん、生ベーコンのこの弾力があって、これうまいっすわって思ったね、最近食べた。え、はいはいはい、やっぱちょっと塩っ気あんの？そう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 。塩っ気あって弾力ムニムニしてて、はい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 、そう、あれ美味しかったです、生ベーコン。うん、最近美味しかったのだとよっちゃんいかかな。まあ変わらずだが、最近あのコンビニで普通に売ってるからさ、駄菓子コーナーみたいな感じで、うんうんうん、あるね、はいはい、そう、そこで思わずさ、あの白い方が好きなんだよね、よっちゃんいかの。あ、あるね、白いのね、白いのもあるね、そう、うん、あれ何が違うの、あれ、あれなんだろう、濃いのか、酸っぱさ、なんか基本酸っぱいけど、うん、白の方がなんか酢を感じるというか、あ、酸っぱいみたいな感じで、サンバイズって書いてあるから、ひょっとしたらやっぱ酢の感じが濃いんだ。うん、あれ美味しい。なるほどね。ちゃんいかはそうね、美味しいっすね。あのね、最近食べたのではこれうめえなと思ったのが、丸亀製麺のうドーナツって知ってる？ああ、うドーナツ。要は、まあ、サーターアンダギーみたいな見た目、丸っこいドーナツ。うどんのなんか粉で作ったみたいな。うん、あれがね、うまい。なんか粉あってあれでしょ？三つ、今三つぐらい多分粉があるのよ。うん、でカレーとキビ糖みたいな、きな粉みたいなのと、うん、多分期間限定だけど、その塩パインっていうのが出てて、うん、うわ、うまそう。で塩パインはもうあんまり美味しくなかった。あら、塩パイン、塩パイン、パイン、ね、パイナップルってこと、うん、パイナップルじゃない、多分あと、ね、キビ糖っていうよりもきな粉みたいなのがむぐうまい、ぐうまい、ぐうまい、あれはあれはだからちょっとなんかもし機会があったら食べてみてほしいけど、美味しかった本当に。そうなんだ。うん、身から出たサービスさん、女性の方、最近食べて美味しかったもの、前回の雑談後半、会員限定の部分でマックのシェイクが美味しかったとの話がありましたが、私が最近食べて美味しいとか目を見開いたのは、うん、ドミノピザのシェイクです。ドミノピザ、ドミノピザのシェイクがあるんだ。ドミノピザ食ってねえなあ。ドミノピザのシェイクあるわ。パンみたいな感じのやつ美味しい、ね、あれね、サンドイッチになってるやつね。そうそうそう、あ、俺もあれ好きなのよ。いや俺知らんな。あれをそのウーバーで、あっちを頼んじゃうみたいな時ある。パン食いたくて。そう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 、ある。俺もある。あの、ボールライスってやつもね、うまかった。あれらら、うまいよね。そう、ボールのやつは本当に何、これ、いやこれ一つでね、あのお腹いっぱいにもなるし。なんかピザじゃないなっていう気分で、あ、でもこっちなら、しかも一人じゃん。一人でピザって頼むのちょっと結構。気合がいるというかさ、うん、そう無理なんだから無理だったわ。ねえ、いるけど、うん、だそれだったら全然なんか一人分としていけるなーっていう。なるほどなるほど。感じの結構考えられてる。うん。でシェイク。私のお気に入りはミルクで、牛乳とミルクアイスをしっかり感じられるのに甘すぎず。ああ。でもこんないいじゃん。後味すっきり。これは恐ろしいものに出会ってしまったと少し後悔するぐらい。なるほど。後味すっきりはいいからね。いや俺ちょっと行こうかな。確かそのサンドも合わせて。いや、いい。サンドは、うん、あのね、感覚2個いけんだけど、うん、2個いくと本当に焦るぐらいお腹パンパンになる。あ、なるなる。マジで、あのね、1個でいいぐらい。1個で意外と満足するから。分かった分かった。うん、マジで満足する。行ってみるわ。何回俺が1個半。
わかる、わかるわ。ドンさんわかる、得意のあの顔ね。ドンさんがよくココイチで大盛りにして大盛りの分だけ残してお腹いっぱいの顔してお前じゃあ頼むなよそういけると思ったんだもん。いつも読み違えてる。いやでもね、これはしょうがない、もう、あ、これはしょうがないんだ。山ごもりさん、男性の方、はい、はい、最近食べた美味しいものは丸太屋さんの中華そばです。丸太屋さん、丸太屋さんは和歌山にあるラーメン。あー、和歌山か、ここにしかないってことなのか。じゃあ、今年の2月に妻と和歌山に旅行に行った際、お店で中華そば食べました。うん、麺は細めのストレート、豚骨と鶏ガラの乳化された濃厚な豚骨醤油のスープ。見た目ほどこってりしておらず癖になる味。あ、でもお取り寄せはできるらしい。あらららら、どうしても食べたくなり、すでに2回お取り寄せを頼みました。だってさ、食べてみたいな、こういう美味しいラーメン屋さんのラーメンね。そうね、うん、ちょっといけたらいいのかな。マッキーさん、男性の方、難波長津街の一重十二菜ランチを紹介していきます。普通の定食だったら一重三菜、一汁三菜ですね。その4倍、十二菜、小鉢が12個ついてくるよと。長津街ってお店らしい。ほう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 。マグロのお造り、黒牛、黒牛、黒牛のステーキ、ハモの天ぷら、鶏と季節野菜の南蛮等、その一つ一つが目に張れるほど美味しく、非常に感動しました。予約はもう何週間も先まで埋まってる。だからすごい有名なとこなんだね、南蛮の長津街。和食だね。和食なんだ。和ですね。和だね。へえ。わ、おしゃれ。ああ、本当だ。おしゃれだな。ちょっとずつちょっとずつ。そう。食べるんだ。鰹節もなんかトッピングでありますみたいな。はいはいはい。そうだね。続きまして。はい。肉まんさん、男性の方。はい。はい。皆さんこんばんは。こんばんは。今週のテーマについて、最近見つけた朝マックの美味しい食べ方紹介させてください。出た、朝マック。朝マック。やることは単純、うん、ソーセージエッグマフィンセット520円頼み、ついてきたハッシュパポテトを挟むだけ。あ、うん、はあ、なるほどな。まあこの人だから挟むだけがいいよ。挟むんか、ハッシュポテト。ハッシュと最近朝マック時々やりたくなってやるけど、ハッシュポテトが重いなって感じるようになっちゃったね。まあ、あら、そう。あれなんで朝出すんだろうって。ね、あれ朝マック朝なのって。確かに思う。そうね。もうちょっとヘルシーな、優しさ飲んでていいけどなって思って。でもホテルのさ、うん、ビュッフェみたいな朝、うん、もうさ、必ずあれあるよね。あれのなんか卵とかさ。あるある。だから、朝食用みたいなものなの ねえ、なんか、うん、朝食枠にあいつに座ってるけど、あいつでもそこにしか入れないよ。そう、いや、あいつ違うと思うけどな、あいつ、うんうん、体重ごまかしてるよ、あいつあいつヘビー級なのに、うん、なんか朝行けますよみたいな、やってるよね、あいつ。あいつやってると思う、ごまかしてる。でも夜に出てきたら出てきたでさ、うん、で夜だと弱いんだと思うのそう、夜出てくるとそう弱いんだよ。そうそう、夜だとペラペラだし、添え物みたいになっちゃうから、うん、弱いんで朝に入り込んできてんだよね。入り込んで、ここなら無双できますみたいな。まあ別に分厚くすりゃいいだけの話だったり。あいつなら居場所がないんだと思うんだよな。まあ。違う違う。だからいるんだよ。だから朝にいるんだよ。いや、朝じゃないんだって。あ、そう。朝枠じゃないんだよ、本来は。そう、本来は。で、枠がないんだ、あいつのいる。追い出されたってこと？本来は。かなり端に寄せられて。この世にあいつの居場所がないの。そう、朝に行くしかないってなってる。そう、でなんかねじ込まれてるのか、なんかねじ込んできてるのか分かんないけど、うん、いやでもそんな食べ方してるんだね。行くといいらしいよ、一気に行っちゃいみたいなね、うん、挟んじゃいみたいな、あるらしい、うん。つきましてチップンローラさん、女性の方、はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。最近食べた美味しかったものはセブンイレブンのチュロッキーです。チュロッキー、普段あまりコンビニ行かないんですが、たまたま行った際にこの商品を見つけ、なんとなく購入したところ、どこをかじってもしっかりとしたサクッという食感、私が求めてたチュロス、これだと感激し、何かと理由をつけて、セブンイレブンに出向きチュロッキーをまとめ買いしています。おお、これ、まあ、これ冷やしたりしても美味しいよみたいな。あ、そうなんだ。うん、まあ、サクッとしてるよっていうね、感じだし、うん、だチュロスじゃない、チュロッキーはあくまでチュロッキーなんだろうな。
チュロスじゃないよ。これのなんか甘い成分、あ、甘いのがまとってないやつが昔高校生の時にあって、うん、それたまに食べてたな、美味しくて。あ、俺山崎のやつだ、食べてたの。なんてやつ？ローズネットクッキーってやつだ。全然チュロッキーじゃなかった。これがね美味しかったんすよね。俺チョコチップがついてるあのホッセーパンが何個も入ってる、あれぐらい多分甘いのだったら。コスパいいやつな。そうそうそう、コスパパンな。あとなんかすげえドーム状になってたでかいやつ。ああ、なんとかボールみたいな。スイートブール？そんなそんなそうだっけ？あれが100円。うん、あれずっと食べてたわ。わかるわ。あとほら、あ、長細くてさ。中にちょっとナイススティック、あ、いや、ナイススティックな、あれはもう最強だろ。あれはやっぱちょっとしょっぱいのがいいんだよな。いいよな、あれ。あれいつも持ち歩いてるやついたわ、大学の時。まあコスパ潰れてたりするんだよね。相当いいからね。コスパ最強だから。安定してるし。続きまして。A 子さん、女性の方。はい。はい。どうさん、アペさんって、どうさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。今週のテーマ、最近食べた美味しいものということで、コンビニに買える一番うめえものを紹介します。おう。うん。ファミリーマートの冷凍食品。うん。麺屋心監修台湾混ぜそばです。あー、見たことあんな。320円で買えて、レンチで食べれる混ぜそば。麺屋心監修台湾混ぜそば。あ、あるあるある。うん。うん、これがマジのマジで美味しい。お店で1000円弱払って食べる混ぜそばもいいですが、おうちにストックしておいていつでも食べれるこの混ぜそば本当に優秀です。だって320円だぞ。ね、卵黄を混ぜて食べ、途中でお酢をかけて味変、最後にお米を入れて締める。でも最高。出たー出たー。混ぜそばの食い方だね。そうだね、味変いろいろしながらな。うん。なるほどね。これがだからじゃあ家で。いけるんだ。そうだね。どういう味なのかちょっとわかんない。具も入ってたら最高なんだけどな。うん、まあパッと見はなんかちょっと具が入ってるっぽく見えるけどどうなんだろうね。冷凍のまあまあなんか。続きまして、はい、プルプルオ30歳の方。はい。はい。先食べて美味しかったのはサクレの梨味です。サクレってなんだっけ？アイスか。通年商品のレモンも大好きですが、夏はサクレの味にバリエーションが増えてどれも美味しいのでと助かってます。梨味。梨、最近梨味が結構多くてさ、うん、ガリガリ君の梨味がめちゃくちゃうまかった。あ、ガリガリ君の梨って結構昔からなかったっけ？季節限定みたいなので。俺あんまりガリガリ君が得意じゃなかったのよ。ちょっとベタベタするような感じがあって。ちょっと得意じゃなかったんだけど、うん、梨のやつちょっと食べてみたらなんかベタベタ感もないし、梨なんかちょっと確かにそう言われるとそうかもね。めちゃくちゃうまかった。これから多分想像するともうなんか、うん、食べたもんな。食べたの。ガリガリ君食べた。ガリガリ君食べた。うん、来たな今。そうか。ラッキーな。そうだな。多分だからサクレもあのガリガリ君の中のやつが、ああなるほど。入ってるんだろうなと思ったから。はい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 。絶対だからそれも美味しい。うまいね。食べた。まあ梨の季節だよね。これからね。多分8月9月ぐらい。そうだね。いやうめんだよな。増えてくる。梨うめえよな。梨うめえんだよ。だね梨。高級の梨みたいな食ったことないかもあんま。ちょっと売ってみようかな。あまりにも高級なのはだとどんぐらい高級があんの？高級って分かんねえ。一応6個入りで1万円とか。え？6個入りで1万円？新幹線って名前なのかな。え？ちょっとアホっぽいけど新しい甘い、めちゃくちゃでかい鳥取の新品種。でかい。コメント的にはその鳥取の新幹線の読み方があるのか分からないけど美味しいようだって。高級品マジ。これも早く頼まないとなくなるぞ。なくなるな。今頼まないと今かよ。鉄道さん買ってさ、うん、にくれよ。あ、俺とドムさんに。あ、くれよ。そういう分け方か。そう、俺出汁持ってくの。いいかい。そしたらタクシーで、タクシーで来てくれよ。クソめんどくせえな。その日にあのキンキンに冷やした後に。
おー、へ、ビールを浴びたりした女性の方、はい、はい、私が先に食べた美味しいものはアンマリンというイチゴです。埼玉県のオリジナルの新品種。テトさんご存知？いや知らないな。そうなんだ、ダメじゃない。練乳がいらないほどの甘さ、糖度が20度を超える。甘20度、でも何もかけなくてももう甘いってことね。一般的なとちおとめが10から12だから相当甘いぞ。近年話題になり人気で品薄。10だ、倍だ、倍、倍じゃん。うん、甘いな。近くのヤオコで手に入れました。1パック1500円。あ、結構高い。高いね。高いね。高い。1パックってだって6個入りとかじゃないの？うん。まあ、今年はシーズン過ぎてしまってるから手に入りにくいと思いますが、まあ来年とか春とかにぜひ、ね。あ、そうか。あまり。さあ。ハムノスケさん、女性の方は、ケンタッキーフライドチキンの、なんだこれ、柑橘タルタルチキン南蛮フィレバーガー。タルタルチキン。タルタルチキンフィレバーガー。いや、いかねえ。バーガーあんまいかないんだけど。ケンタッキー。ケンタッキーね。そんなにいかないね。やっぱ、ケンタッキー食いてえときって、あのケンタッキーが食いてえからさ。でも、ケンタッキーの、うん。まあ、またこのおすすめしてくれてるのはちょっと違うんだけど、うん、あのね、和風バーガーだったかな。ああ、はあはあ、和風バーガー、そう、ケンタッキーにね確かねあるのよ。あるんだ、和風チキンカツ。ああ、へえ、あれめちゃくちゃうまい。あ、そうなんだ。ケンタッキーね、俺もなんか食った時うまかったんだよな。バーガー系、バーガー系。ドンさんに言われてさ、あの、うん、ケンタッキーでもさ、なんかなんだっけ、あの、包まれてる。あ、そうそうそう。ツイスターでしょ。あれがうまいって話聞いて、あれは行くようになったのよ。あ、確かにうめえよ、これや。ペッパーマヨ味ね。そうそうそう。あれは、もう、あれは。そうね、ケンタッキーだったら、もう、あれよ。ペッパーマヨツイスター。行くなら、ケンタッキーの普通のチキンと、あれを食べるみたいなのが、なんかこう、いいところ流れるんだけど。セットだね。そう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 。いや、ちょっと。バーガーもね、美味しいよ。いや、和風チキンカツバーガー、鉄道さん多分好きだと思う。和風チキンカツバーガー、マジか。行ってみようかな。まあ、この人が言ってるのは、最近の期間限定ってこと？多分そうだね。タルタルチキン南蛮フィレバーガー。で、ラスト。はい。渡辺 F さん、男性の方。はい。はい。どうさん、ペサテッドさん、こんばんは。こんばんは。最近食べた美味しかったもの、僕のトップオブトップは、バーガーキングです。うん、おぉ、来た。わかるよ、バーガーキング、ま、バーガーキングの特徴をいろいろ書いてくれてるが、うん。あ、もう何がって書いてねえわ。とにかくバーガーキングがうまいって。なるほどね。バーキンな。バーキン、最近ね。うん、じゃあ、私のおすすめ最近事情、はいはいはい、あります、うん、ビッグベッド、ビッグベッド、ベッド、うん、が美味しいです。なんでビッグベッドって何？なんかちょっとで全然違うんだけど、うん、ビッグマックス、ビッグマック、マックのビッグマックに、うん、寄せてんのかな、どうなんだろうみたいな。俺も食べたこれ。本当食った？美味しかった気がする。そう、バーキンだったら今俺これを食べてます。でも相当でかい。でかいよね。うん、これは本当に1個じゃないとダメ。うん、そうだね。調子に乗ってもう1個はきつい。そう、これにちっちゃいジュニアとかでも絶対無理。うん。うまいですね。やっぱなんかいい、ね、やっぱハンバーガーって感じがする。はい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 。うん。いや確かに美味しいよねバーガーキング。アイアンマンを見るとバーガーキング食べたくなるんだよ。アイアンマンが行方不明になって帰ってくるときに記者会見前で、そう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 、バーガーキングのチーズバーガーを食べるんですけど、もうあれ見ると食べたくなる。あれとバーガーキングかどうかわからないけど、パルプフィクションのサミュエル・L・ジャクソンが暗殺しに行った相手のハンバーガー、チーズバーガーとスプライトをもらうシーン、そう、 あれを見ると食べたくなる、ね、分かる分かる、スプライトも飲みたくなる。分かる。でも暗殺される側の人が食べてると、される側の人が食べてると。分かる分かる分かる。それで食べたいなって、何食べてんだって言われて、チーズバーガーでちょっともらうわみたいな。それ 何飲んでんだ、ね、なみたいな。でスプライトしてうめえよなって言ってもらうわって。それが売りだからね。それアルフィクション、いいんだよね。なるほどね、会話をするみたいな。サムエル・L・ジャクソンが
かっけんだ、まあ、若い若いな若いびっくりするぐらい若いよね、あの時見ると若い若い若い、今見るともうおじいちゃんみたいだけど、え、あのフューリー大佐、あ、そう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 、はいはいはい、ちょっともうまだめちゃくちゃ若い、アフロっぽい感じ、うん、あーはいはいはい、でジョン・トラボルタと一緒に出てるやつだね、うん、へー、え、なんてやつでした、パルプフィクション、ちょっと癖があるけど、タランティーノ自身とかね、あの映画自体がなんかこう、まあ、時系列ごちゃごちゃになってるから、そう結構複雑だよね、あ、なんか覚えてらんないというか、あれこれ なんでこれなってるみたいなあ、そうなっちゃうんだ、うん、ちょっとこうごちゃっとごちゃつくかもしんないけど、まあ面白い、なるほど、いや面白いです、30年前だ、いやもうそんな前なんだ、そんな前、わ94年だって、まあ30年前でした、